ネ登録よろしくお願いします。今日は、スタングッズを紹介します。スタングッズ1、2、3、5です。じゃあ早速紹介していきます。1個目は村の鍛冶屋のチタンお箸です。普通に開けるだけだとこんな感じです。ちょっと重いから黒いところは多分チタンじゃないんだと思います。お箸にします。この先っぽのところシュッて抜いて、こう反対向きにしてつけるとお箸になります。でこぼこしてるところがあって、上のを刺すとちゃんと固定されるようになってます。泥棒です。ここは丸いんですけど、ここがカクカクしてて、転がりにくくて便利です。ここがステンレスで、この先っちょのところがチタンになってます。じゃあ先っちょのところだけ測ってみましょうか。 85.5g ですね。軽い。じゃあステンレスのところだけ 13.5。 1本だとどれくらいの重さでしょうか。 22g です。あれ22.0 ということは 43.5g です。次はなんだ、スノーピーク。あ、スノーピークの段先割れスプーンです。上が開いててどこかに引っ掛けられたりする。先割れスプーンなのでスプーンとしてもフォークとしても使えるので便利です。一つで測ってみると 16g ですよね。全部4つで測ってみると63g ですね。次はチタンマニアのトングですね。ちっちゃくて焼肉とかもトングのままお箸みたいにして食べられるのがいいと思います。チタンマニアって書いてあります。置いてみると先っぽがテーブルとかにつかないので汚くなったりしません。ちょっとよく見えてる。これはい、じゃあ重さ測ってみてください。はい、20g。 おぴったり20。専用のケースがついているのでいいと思います。まあうちはツールケースに入れてるからあんま使わないけど、チタンマニア、チタンマニア、高いボールペンとかが入ってそうな袋。次はモルのチタンマグカップです。あ、3つありますね。一回紹介したよ。うん、お前紹介してないやつはないから。一番大きいのが750で、レトルトとかはギリギリ入るからこれで温めることもできます。で、蓋もついてます。穴開いてるから空気穴が開いてる。一応450ml 入ります。やばい。はい、次ショー。ショー300ml 入ります。シラカップみたいな感じですね。このまま温められるので、これとかは、あ、もう使ってる。あ、そっか、ソーキャンの時に使った。じゃあまず小から 54.5g ですね。はい、次は測ってくれる。中の蓋なし 63.5g。 蓋付きの中 79g。 はい、次蓋なしの台 89.5g。 2人の112g。 重ねて全部蓋。蓋は全部ありの、全部重ねた時のこれはやばいな。 245g ですね。結構重い。軽いでしょ。まあね、3つ重なってるのにしてはね。ちなみにこのクッカーだと多分 1kg 以上いってるから測れないかも。ロゴスのクッカーだと絶対重い。やばい。エラーですね。この薄いやつだけでも260あります。次はスムルームのチタンペグです。これ長さ24センチ
サイズの箱入りのやつなんですけど、紐がオレンジ色でちょっとだけ黒い、ちょっと黒の模様が入ってますね。あ、そうですね。夜あ引っかかって転びにくくなったり、抜き忘れが少なくなったりします。これの重さ測ってみましょう。53.5g です。裏の鍛冶屋の重い方のペンが 187.5g もあります。やっばわっ1は 55 って、なんか重くなったんだけど、なんで重くなったの。さっき 53.5 だったよね。すごい重さが違いますね。よし、やってみましょう。やってみよう。 1kg 以上いっちゃったらどうしよう。はい、まずチタンペグ、1個これは。よし、379.5g です。この量でこの重さ、やば。鍛造ペグ2本で 366.5、 5個と2個の差。チタンペグ8本は 436g です。違うよ、すごい軽い。はい、あかりくんありがとう。チタングッズ5選終わります。終わりますが、おまけがあります。紹介する、このチタングッズを置いているもの、フィールドアのサイドテーブルですね。テーブルのやつを外してくるくるできるやつですね。くるくるやってみる。重さほとんど感じない。はい、じゃあ取ってみます。わかんない。わかる。この穴に木がはまっているんですが、これを取り外します。ちょっとこっちにこう寄せて、こっちにこうやって寄せて、こうやって、あ、これ、うわ、こういう風にくるくるしていって、うん、で、くるくるして、重っ、木だからね。メインテーブルをこういうテーブルにしようか迷ったんですけど、おしゃれなんだけど重いからやめたんですよ、うん、おしゃれなサイズテーブル欲しかったので、ちっちゃい方を買っちゃいました。セールで安くなってて、ちなみにここちょっと不要品です。本当だ、なんだけどそんなに重いもの載せないから、返品とかめんどくさいからいいやと思って。本当はこういう風に引っかかって補強されるんですけど、内側がずれて、ずれちゃう、長すぎて。これほら、そうそうそう。で、これは普通にこうやって畳みます。それね、違うの、畳み方。こう開いてるものを閉じたら、ごめんごめん、ぶつけちゃった。この足をジェット型に振り込みます。これが飛び出ちゃう、うん、こっちもこうやって、おお、え、細い。これとこれで、こういうのでつながれています。仕切りが分かれてて、テープがついて、ここマジックで外せます。くるくるすることをマジックがついてて、でこの足をもう半分に入れます。そしてチャックを埋めたら持っていけるということですね。これだと重くないでしょ、うん、打球でも持てるでしょ。いたはい、というフィールドアのテーブルでした。